鈴宮愛香は日本の無修正ポルの女優である。有名な無修正動画サイト、スパームマニアに2020年12月25日に動画配信され、無修正ポルの女優としてデビューする。スパームマニアはザーメンにこだわったサイトであり、女優に顔いい、校内写生などを複数の男優が連続で行うプレイが好評を博している。中でも中田氏は最も人気のあるプレイで、 これまで、日本人では青ウの、川越優衣などが連続中出しを行っている。鈴宮愛花はこの動画が、デビュー作であり、日本人でも稀なデビュー作が無修正で、しかも、デビュー作から中、出しを連続で行うという AV 女優を超える、無修正ポルノ女優としてデビューすることになる。セーラー服姿の鈴宮愛花が四つん這いになり、パンティはすでに入ってなく、 マンコを突き出している姿から始まり、射精寸前のペニスを男優が彼女のマンコに挿入した直後に中、出しを観光するというプレイを連続で行い、実に14本のペニスから発射されるザーメンを1本ずつ彼女が膣内で受け止めるという圧巻のプレイを行う。男優たちが彼女の膣内で勃起したペニスを前後、上下させる、いわゆる生本番の末での中出しではないものの、 すべてのペニスが彼女の膣内にザーメンを注ぎ込み、また鈴宮愛花が中、出汁を懇願し、中出し後にあまりの快感に喜びの言葉を何度も発する様は、彼女自身がポルノ女優としてデビューしたことへのこの上ない喜びと、それを見る者を最高の快楽に誘う最高級の動画であることであり、デビュー作から彼女は中出し女優となったことになる。ありがとうございます。